はい、それでは次の質問に移ります。大沢さんはブレイクダンス学の研究を行いたいということなんですけれども、これまで行ってきた活動について詳しく教えてください。はい、私は9年生の時ニューヨークの高校に通っていて、そこでブレイクダンスに出会いました。そこから私は今まで約5年間ブレイクダンスの活動を行っていきました。約今まで学内外のイベントに18回参加し、高校生の時に一度地域の新聞に取り上げられたことがあります。私はここから学んだこととは、毎回イベントに参加した後、周りの人からフィードバックをもらい、そこから私はブレイクダンスとは人とのコミュニケーションに何らかのいい影響を与えるというところまで分かったのですが、これを、私が考えている有効性については実証することができなかったので、大学では実際に、有効性について研究していきたいと考えております。ブレイクダンス学というのが人々に対して何らかの良い影響を与えるということなんですけれども、具体的にどのような良い影響があるのか、有効性があるのかを考えているということを教えてください。はい、私が考えている有効性とは、先ほど申し上げた健全な人格、協調性、自己表現力の3点だと考えております。なぜなら、ブレイクダンサーと練習やバトルをする際には必ず相手を尊重し、握手をして挨拶をするなど礼儀を重んじる文化から健全な人格の構成が可能だと考えました。また縁を作って練習をしたり、共同して、公演に出演するための振りを考え踊ることにより自己表現力が身につくと考えました。また、その上、音に合わせて即興で踊ることにより、自己表現力が身につくと考えました。私はこれを大学で実際に有効性で大学で研究していこうと考えております。はい、わかりました。ありがとうございます。